ナホトカ航路とは、日本とソビエト連邦のナホトカ航を連絡していた航路である。横浜港とソビエト連邦のナホトカ航を連絡していた航路である。日本からヨーロッパへ行くルートに、海路、陸路でユーラシア大陸を横断するナホトカ航路、シベリア鉄道があった。その海路である横浜港からソビエト連邦のナホトカ航までを、ナホトカ航路と呼び、 戦前戦後を通して、シベリア鉄道への連絡航路として、重要な役割を担っていた。太平洋戦争で一旦途絶えたが、日ソ共同宣言後の1961年から、ソ連局東海運が横浜港とナホト加工を結ぶ定期旅客航路を再開し、1991年、ソビエト連邦の崩壊に伴い翌年に廃止された。航空便が発達するまでは廉価な。 ヨーロッパ行きルートとしての位置づけもあった。ナホトカ航路の歴史は、シベリア鉄道の歴史と密接に関係している。ソビエト連邦時代の1936年、シベリア鉄道のウラジオストクナホトカ支線が完成し、1940年にナホトカ港の拡張工事が始まり、太平洋戦争による中断を挟んで1946年に第一期工事が完了した。 1950年に死の地位を得て、その後も拡張を続けた。そして、ナホトカはソビエト太平洋艦隊の軍港都市として、外国人の立ち入りを禁じたウラジオストクに代わり、ソビエト連邦の極東貿易拠点として発展した。1956年、日ソ共同宣言により日ソ間の国交が回復され、ナホトカ港が日本との貿易港となり、 1958年に、鶴ヶ港との間に、貨物定期航路が開設された。1961年には、横浜港との間に、旅客船の定期航路が再開され、極東海運が運航するナホトカ航路のみであったが、1992年、それもソビエト連邦の崩壊と共に廃止された。ソビエト連邦の国営企業である、極東海運が、バイカル号、ハバルフスク号、 トルクメニア号の3隻を就航させ、下季は週1便、冬季は月1.2便を運航していた。横浜、ナホトカ間の所要時間は52時間2泊3日を要した。航路は横浜港大桟橋から東京湾を出て本州沿いに太平洋を北上、津軽海峡を2日目の夜半に通過し日本海を西へ横断してナホトカ港へ至るルートだった。 ハバルフスク号は、ミハイル・カリーニンクラスの船舶で、乗客333名、乗員97名、総排水量トンが4772トン、8300馬力のディーゼルエンジン、最高速度17ノット、全長122.15メートル、全幅15.96メートル、1961年に西ドイツで建造された旅客船である。航海には、 ソビエト連邦国営旅行者であるインツーリストの添乗員が乗船していた。日本語が堪能であり、旅行者の世話係であった。この添乗員の多くは、ウラジオストク国立大学、現在の極東連邦大学、日本語、日本文化学科の卒業者が多かった。乗客は旅行客と移動客であった。1985年当時の一例では、ソ連を旅行する。 日本人団体旅行客やソ連を旅行する、もしくはソ連を経由してヨーロッパを旅行しようとする、ソビエト連邦を通過する日本人、外国人個人旅行客が多かった。内訳は日本に住み、モスクワへ里帰りする日本人と結婚しているロシア人母子、米国へ帰国する、英語学校教師夫妻、フランスへ帰省する。 行政学園教師、任期満了して帰国する在日ハンガリー大使館、職員家族、パリへ留学する日本人大学教官等であった。食事になると、ロシア語、英語、日本語の三カ国語でアナウンスがあり、レストランへ行き適当なテーブルに着く。料理はソ連人のウェーターかウェイトレスが運んできた。料理はロシア料理が多く、疑似的な日本料理が時々出された。 ソビート連邦の生産は、昼食、ロシア料理のコースであり、スープ、前菜、温かい料理、デザートという内容だった。パン上に、少量のキャビアが乗った前菜や、ビーツやキャベツのサラダ、スープはやボルシチ、メインは、ビーフストロガノフ、ステーキ、シュニッツェル、サーモン、魚の燻製等、デザートにはもう、日本では見かけない原色をしたゼリーやケーキ、そして、 紅茶かインスタントコーヒーだった。夕食の後はサロンで生バンドの演奏やダンスパーティー、ロシア民謡やダンス等のアトラクションが企画されていた。バーもありビールやウイスキーなどが注文でき、中でもウォッカがおすすめであった。甲板には小さなプールがあったが子供が水遊びする程度の設備であった。それよりも甲板のデッキチェアで、 ゆっくりと流れる時間を楽しむ旅行客が多かった。ローマまで南回りの航空便で行くと料金は24万円。ナホトカ航路シュベリア鉄道でモスクワを経由した場合、日数はかかるが11万円と半額以下だった。ナホトカ航路シュベリア鉄道の料金は、船を3棟、鉄道を2棟の場合、モスクワまで76,400円。横浜港、ナホトカ港の船が53時間。 ナホトカ・ハバルフスクの鉄道が16時間、ハバルフスク・モスクワの航空便が8時間と5日間の日数がかかるが、経済的にはこれに勝るヨーロッパルートはなかった。しかし、1980年代中頃にはすでに航空便のが安くなり、ナホトカ航路シュベリア鉄道でヨーロッパへ行く、片道料金で航空便だと往復できるようになっていた。1992年、 ウラジオストクが外国人に解放され、ナホトカ港の重要性が薄れ、1993年には日本総領事館やナホトカ航路がウラジオストクへ移転された。その後、日本側の港が横浜から富山県高岡市の伏木と山港へ移転した。この航路は現在運休中である。ナホトカ港との貨物定期航路は現在でも維持されている。日本から 主に中古車が多く輸出された。ナホトカ航路に就航していたハバロフスク号、バイカル号、トルクメニア号は現役を引退している。伏木富山港ウラジオストク航航路には、ロシア極東海運が過客船ーシ号が就航させ、おおむね州一便を運航、月曜日ウラジオストク発、金曜日フシキ発であった。山ウラジオストク航航は2009年12月25日より、 運休している。その理由は、ロシア連邦が輸入自動車への関税を引き上げたことから、貨物輸送量が減少したことによる。就航していたルーシ号は、ロシアの別の海運会社に売却された。ロシア極東海運の貨客船ルーシ号の運休後、2010年8月から、韓国の東春幸運が、ニュードンチュン号を同航路へ就航させ、各州一便を運航していたが、 現在運休中。1970年代、ナホトカ湾内のウランゲリ湾において、極東最大のボストーチヌイ港の建設が始まり、推進のある天然の不登校はソビエト連邦。崩壊後も、極東の貿易拠点として発展し、貨物取扱高は3650万トンと、急速に増加している。ありがとうございます。